さっさと吐け、この旧時代の異物が。お前がここのセキュリティを設計したんだろう。なら全部知ってるはずだ。リリスはどこに隠れてやがる。自治臭いガキどもめ、君たちの暴力になって絶対屈しませんよ。エリナ様、まあ落ち着けって。俺たちの目的は逃げてる奴らの居場所を聞き出す。でもよ、この調子じゃ続けて。俺は賛成。同志たちが、
嬢ちゃん何するんだ。扉を開けろ。死にたくなければ奴らが来たら。だから隠れ。武器もないのに何を。こいつの言う通りだ。嬢ちゃんの人生はさっさと。ああ急に弱いくせに。私は一体キスガーディ。今更貴様と。なぜわかった。ポータルの向こう側の時空間で、そして未来の私。ありえない。無限にある時空間の狭間に飛ば。呆れ果てて言葉。さっさと。それで私に何の用だ。見ての通り、私はもうただのトイレ清掃員だ。もし私にと今日だけは見ぬ。あの汚染種族の人、私がいなければ。ここから脱出した後ならいつでもその頼む。これ貴様。おい、ここさっき逃げた清掃員どもだ。ああこの感じ。なぜ貴様が私の剣。世話になった。ああ。セーフハウス。なるほど、わかった。私の剣が必要なら。貴様に借りを作った、ま、これで後から恩を切った。
捕まえたぜ。ネズミみたいにちょこまか逃げやがって。助けて。本当にありがとうございます。まだそんなことを。しかも殺されかけてたくんで、セーフ？それってテレビとかで見るか。おっと、そんな場合、あのよ、おかげで助かったぜ。もし私こそ泥ぐらいしかねえ、私は恩知らずじゃ。
の皆様にお伝えします。勇者ガーディアンによる救助活動への妨害工作が続いております。どうか行動される前にそれがもたらす意味を考えて。ガーディアン、一緒にコーヒーでもどうかな。また連絡するよ。
テロリステロでみんな、正直ともかくこのだったら任せ。緊急事態かと思う。まあいい。ものが何もかも